生体礼儀におけるアレクサンドル・シュメーマン。写真に写っている手に持つものは聖寂。アレクサンドル・シュメーマンは主に米国で活躍した聖教会の神学者、上司祭。現代聖教神学の代表的存在の一人とされている。ロシア革命から逃れた亡命ロシア人やミ学校でも教鞭を取った。エキュメニカル運動の面では、 世界協会協議会に参加していたほか、第2バチカン公会議には、正教会からのオブザーバーとして参加している。アメリカ正教会が、モスクワ総主協庁から独立した正教会となるよう尽力した。正協の離散問題と呼ばれる、各民族ごとに、教会組織、教区が分立されているアメリカ合衆国における、正協の状況を憂慮し、アメリカ正教会が、 その統合に働くことを起とし、アメリカにおける政教の一致を目指して働き続けた。なお、アメリカ政教会が独立政教会となる際、日本政教会も自治政教会としての承認を、モスクワ総主教庁から得ることとなったが、その直前、主名マンが来日し14日間にわたって滞在、アメリカ政教会の前身である、在米ロシア政教会と、 姉妹教会の関係にあった日本正教会に対し、敬意の説明を行っている。亡命者として、祖国ロシアへの愛を持ち続け、1952年以降30年間、毎日曜日、無神論を標榜し宗教弾圧を行っていたソ連、支配下の正教徒に向けて、ラジオリバティを通じ説教を行っていた。この説教の視聴者には、アレクサンドル・ソルジェニーチンも含まれており、 ソルジェニーチンの国外追放後、ソルジェニーチンとシュメーマンとの間には、交友関係が生まれた。多くの著作も残した。For the Life of the World サクリメンツオーサダキシーは、日本語も含めて12カ国語に翻訳され、世界的な影響力を示している。1983年12月13日、ガンのため営民。62歳であった。ありがとうございます。